しくお願いします。よろしくお願いします。あと今日はね、皆さんに書いてあるものがあります。これは先ほど言った洪水、大雨とかになるとこのように水を流すわけですけども、場合によってはやはり早く水を流さなきゃいけないというような時もあって、7.5 か。すげえね、これ。ほら。すげえよね。